あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様にこの楽曲「光る空」という曲をご紹介したいと思います。この「光る空」という、歌詞なんですが、これは大狩保総裁が書かれた詩なんですけれども、これは幸福の科学の、会の中で発刊している書籍、レフトオーバー青春の名残という詩集の中に収められている詩をメロディにしたものがこの光る空という楽曲になるわけなんですね。でしかもこのレフトオーバーという詩は大川総裁が高校時代に書かれた詩なんですけども、これを集められたものでもあります。こんな詩を書けるのかという内容になっているんですね。では、皆様にこの曲の一部を聴きいただこうと思います。作詞作曲は大川里穂総裁、そして歌を歌っているのは大沢美也子さんです。ではお聴きください。光る空です。光る空、少年は空を飛ぶ。白い壁、黒い屋根、うごめく小さな家。薪囲い幼稚園、小学校、その裏には小さな用水、船を釣る親子、思い出。光る雲、少年は雲を歩く。今お聴きいただいてますこの光る空ですが、ちょっと歌詞を少し皆様にご紹介したいと思います。光る空、少年は空を飛ぶ、白い壁、黒い屋根、うごめく小さな家々、こういった言葉が続きます。さらには光る雲、少年は雲を歩く、柔らかな母の胸、夢、幻想、夏の日の記憶、麦わら帽子、すずらんの花、あの人との出会い、こういった言葉があるんですね。さらには光る山、少年は山をまたぐ、眼下の古城、古い城ですね、白い石垣。さらには光る川、少年は川を越える、とうとうたる四国三郎。四国三郎というのは吉野川のことを指しているんですけれども、しがらみに立つ白波、こういう言葉です。それから光る大地、少年は大地に落ちる、こういう言葉があります。ここで、こういった歌詞を読んでみますとお分かりになると思うんですけれども、これはある意味では大川里穂総裁先生が一つの幽体離脱をされている状態と言っていいと思います。そして肉体から抜け出したご自分自身の意識がぐーっと
拡大し大きくなって、そして、総裁が幼少時からずっと過ごされていた徳島県川島町ですね、この辺りの風景というものを巨大な巨大な意識で見ているわけなんですね。霊的な意識で見える風景をいろいろとこう観察されているところがわかると思います。さあ、そう考えると、各それぞれの、山とか川とか大地とかそういうものに光るという形容詞がついています。この光るというのはまさに霊的な目でこの世界を見たら本当に光り輝いた世界なんだと、そういうふうに見えるんだということを表していると思うんですね。いわゆる神の視点、仏の視点で見たならば、この世界は全て光り輝いている美しい世界が展開しているというふうに言えると思います。その巨大な意識で霊的な目で見ると、空は本当に光っている、川も光っている、山も光っている、大地も光っている、こういう状態でもあるわけですね。ですので巨大な意識になっています。ですので、もう自由自在ですから、光る空、少年は空を飛ぶですね、空を飛ぶことができるわけです。もう川島の上空をずっと飛んでいて、上空からいろんなものを見下ろしている状態です。肉体を持って大地を駆け抜けている人間の視点ではないものの見方ができているわけですね。そうすると違った目で、いろんな白い壁、黒い屋根、こういうものが見えてくるわけですね。屋根も地上からいるとそんなに見えませんけども、上空から見下ろしていろんな黒い屋根が見えてくる、そういうものを表現しているところがあると思います。また光る雲、雲も霊的な目で見るわけですね。少年は雲を歩くというふうに書いてあります。雲ですので、水蒸気です。それで物体はその上を歩こうと思っても実は歩くことはできないはずですね。でも霊体ですから自由自在です。雲の上だって歩くことができる、空の上空を飛んだり歩いたりすることもできるわけですね。こういうものを体験しております。それから光る山ですね。少年は山をまたぐ、さあ空を飛びました、雲の上も歩きました、大地の上も歩くこともできます。自由自在です。しかも意識をぐっと大きく大きく拡大していけば、山よりも高い存在になっていることもできるわけですね。ですので、大きな大きな山をまたぐだけの大きさまで拡大しているということですね。でさらには光る川、巨大な意識となって、この四国三郎吉野川を見下ろすこともできるんだということですね。そうすると上空から見た吉野川はいろんな白波が立ってキラ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 輝いている、そういう美しい川であることもまた認識することができているわけなんですね。そして光る大地です。少年は大地に落ちる、舞い上がるひばり、菜の花の波、春風の匂い、満開の桜、逆さまの山、逆さまの雲、逆さまの虹、こういうふうに書いてあります。これはある意味では巨大になった意識が今度だんだんこう肉体に戻ろうとしている状態を指しているんですね。ですので、真っ逆さまにこう落ちてくる状態ですね。巨大な意識がどんどん小さくなりながら下に落ちてくる状態だから、ここで言う山も雲もそれから虹も真っ逆さまに見える状態を指しているわけですね。そして迫ってくる土の匂い、とってもリアルですね。土の匂いが迫ってくる、本当にこう小さくなって、地上に落ちてくる、そういう感覚がわかると思います。ああ少年は大地に落ちる、こういう言葉で締めくくられております。まさに、人間は肉体だけの存在ではないということをつかまれて、それを
こういった美しい詩に、書き記されているところがあると思います。とっても感性が豊かであるし、この世の人間が持つ視点をはるかに超えている、そういう意識を持っておられたということがわかると思います。これをまた歌というものを通じて私たちも今から感じ取ってみたいというふうに思います。人間は霊的存在です。この肉体を抜け出した本来の私たちの存在というものがあります。この存在は実は私たちの思いの力によって自由自在になるんだということなんですね。もう本当に巨大な巨大な意識にまで大きくなることができます。そうすると見る視点が違ってくるわけです。人間の視点ではない霊的な視点、あるいは神や仏の視点でこの世界を見ることがあって可能になってくるわけですね。仏の作られた、神の作られたこの世界をそういう視点で見ると全てが光り輝いているように見えることがあるわけです。人間の目で見ると汚れた、汚辱に満ちた世界、もう汚らしい世界にしか見えないことも、神の視点からは美しくキラ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 輝いた光の世界に見えることもあるわけですね。この視点を持てること、生きながらにこの視点を持つことができるというのはとっても幸福な瞬間になると思います。こういう瞬間を私たちもたくさんたくさん経験したいものだというふうに思います。その経験を積むためにはこういった詩を学び、楽曲を聴き続けるということが一つの大きな契機になってくるのではないかと思います。この楽曲、世界の人々に聴いてもらいたいと思います。人間の持つ本来の視点でもあります。でもこういう視点を教わらなければなかなかわからないで一生を終える人たちがいっぱいいます。その意味ではとっても貴重な教材が今私たちに提供してくださっているんだと思います。これは神様からのプレゼントでもあるんですね。そのプレゼントをぜひ私たちは有効に使いたいものだと思います。ぜひ世界中の人々がこの新たな視点、人間ではない視点を持ち、神の目というものをその一端なりとも感じ取れるような人たちがたくさんたくさん地上に満ちますことを主エルカンターレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。